一発マリオファンの皆様へ、今回の動画は全部一発マリオだー、イエーイ。きたねえ家だな。いやいや、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。今日の動画は先ほど言った通り全部一発マリオ。というのも以前からちょいちょいコメントがあって、一本の動画を全部一発マリオでやってくれませんかって。で、僕ね、そのためにネタが集まったらやるねって言ってたんだけど、今日やっとネタを集めることができたね。トロールファンの皆様は申し訳ないです。っていうか、僕の動画って大体トロールを見たい人が見ると思うから、褒め的に回しちゃってると思って。でもさ、少数の意見もちゃんと聞く。そんなファン思いの僕を愛して。キモいんだよ。それじゃあ本編入っていこうか。どうも、一発キングです。今日は全部一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース違う。やべえ、癖づいちゃってる。で、最初の一発マリオ、一発マリオナンバー127ということで、サムネを見る感じクッパクランに乗って砲台に押し出されろっていうコースかな。多分スピード勝負だと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.74% で、正直ね、クリア率が 0.何% とかでも全部やってったらめちゃくちゃ時間がかかるかもしんないんだよね。だからちょいちょい簡単なやつも挟んでいくかもしんない。で、最初はクッパクランに乗ったままゴール。開幕バネー。いや、まさか速攻でバネに足されるとか思わないじゃん。じゃあこのクッパクラウンに乗って右ダッシュすればいいのかな。で、後ろの砲台どういう意味があるんだろうな。ただついてきてるだけ。とりあえず右ダッシュしていこうか。うわ、ゴールめちゃめちゃ遠い。え、これどうやって早く行くんだろうね。いや、イメージとしてはよ、この砲台がめちゃめちゃ早く来てくれるみたいなイメージと思ったんだけど、あ、ジャンプすればいいのか。あ、なるほど。だからこれね、ジャンプ連打しながらどんどん右に行けみたいな。はいはいはい、なるほどね。寝てんじゃねえぞー。いや、マジでスピード勝負じゃねえか。最初のドアも早く入らなくちゃいけないと思う。で、このクッパクラーンに乗ってる間が遅くなるってことだから、乗った瞬間ジャンプをタイミングよく繰り返す。これでゴールポールまで近づくと思うんだけど、これでいけるか。頼む、殺して。うわっ、惜しい。いける、いけるぞ、ピオキング。あと3回以内にクリアしてみせようじゃないか。フラグじゃないからね、これは。マジで言ってるよ、僕は。編集入れてね。そんなん誰でもできんだよ。頼む、これでいって。冷静になれ。いけるものもいけなくなってくるぞ。いや、これさ、めちゃめちゃ悔しいの分かる。ゴールポール一歩手前でさ、時間切れになっちゃうってすごい悔しいんだよな。まあ最速が 9.95 秒とかだったから、相当シビアなんだろうね、このコース。クッパクラーになるべく乗らない方がいいってことは、一旦降りてみる。降りてこのまま右足。はい、はい。これはいけるんじゃね。これでゴールして、これでゴールできなかったら僕はもうやめる。攻略法が分かっちまえばこっちのもんよ。ドアから出た瞬間一旦ジャンプしてみようか。あ、今みたいなんできるんだな。これめちゃめちゃいいんじゃない。そしてここでジャンプをし続ける。これすげえ速いと思う。絶対いけると思うよ。みんな見てて。余裕シャクシャクさ。なるほどね、最後のジャンプのタイミングがちょっとずれるのか。クッパクラーに乗ったままゴールって書いてたじゃん。だからゴールポールに捕まる時にはもうクッパクラーに乗っておかなくちゃいけないんだよ。だから1、2、3、4、5、5回目だね。5回目でジャンプ調整してみよう。多分それでゴールできると思うんだよね。これでいけなかったらわかんない。やれることは全部やった。だからマリ、これで必ずクリアしてね。さあ行くわよ。1、2、3、4、次のジャンプ調整よ。やったー。いや、最高に気持ちいいね。宣言通り行ったら。すごく楽しいコース、ありがとうございました。みんな、1個で疲れた。今のコース今日一消費カロリー激しいかもしんない。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ミニゲーム玉入れということで、説明文に雪玉作ってぽい、ちょっとうるさいコースだから音量は小さめでねって書いてるんだけど、こっちで音量編集しとくんで大丈夫です。で、サムネを見る感じクッパクラウンの中に玉を入れろっていうことなんかな。でテレサを倒せみたいな、多分そんなコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11% だから、ゴール条件はテレサを2体以上倒してからゴールだと思うんだけど、16体もいんの。っていうかさ、雪玉って投げたらテレサ倒せたっけ。もうそれが謎なんだけど。じゃあ一旦これ、なんでいつも最初やられんだよ。僕はコース開始したらやられる運命を背負ってるのかもしんない。じゃあ次はさ、このテレサをちゃんと避けようか。避けて一旦このドアに入ってみる。そしてこの雪玉を持って、あのクッパクラーンの中に入れろってことかな。それでこのテレサ倒せる。いや、邪魔くせ。いや、そして時間もねえのか。あ、入れれたよ。そしてあと5秒か。これワンチャンいけるんじゃない。ここ、いや入って、やった、やった、あ、抜ける。
そっか、ノーダメージじゃないとダメなのか。開始した瞬間ドアに入れないかな。入れた入れた、これで時間に猶予ができたね。そして雪玉を拾って、僕考えてることがあるんだよね。大ジャンプからの投げる。これで、いやちょっと勢いが足んない。ちょっともう一回やってってみていいかな。勢いが足んないね。だから大ジャンプしてちょっと左手投げるわ。これだったらいけるかもしんない。ただなかなか入れることができねえな。いやこれ結構難しいよ。ちょっと右からてってれってりー。これ時間何秒あんの？20秒しかないのか。20秒以内に2つとも入れろとか、なかなか鬼畜なコースを用意してきてくれるじゃねえか。これテレサも見なくちゃいけないし、クッパクラも見なくちゃいけないんだよね。いやほんとむつけえばい。これすごい面白いね。めっちゃミニゲーム感で、クッパクラにさ雪玉を乗せたらテレサを倒せるっていうのも初めて知ったかもしんない。これ入る。ほんとむつけえ。これテレサがさ、なかなか、いや今絶対入ってもよかったよね。というか20秒以内に1個も入れることができないんだけど、ほんと難しい。とりあえずこの先見てっていい？この先ゴールでしょ。あだー、集中しろ。次のコースのことなんて考えなくていい。このコースに全ての記録を使うんだ。ここだ。よしよし、あ、危ねえ。テレサが逃げてる。あれはさ当たり判定なんないんだな。うわ怖え。あと8秒か。そう、いやちょっと落ち着こう。縮まってる、ここ。もうやめて、早く入って。もうやだ。これさ小学生の頃に玉入れやったと思うんだけど、運動会で。あれぐらい難しいね。あれなかなか入んないよな。オッケーオッケー、1個入れた。誰よりも投げた自信あるけど1個も入った記憶ないね。うわここはクテレスが小さくなった時に右。いや今の絶対入ってるんだ。頼む、時間がないんだ。でも1個ぐらい入って、クソ、こなら俺が入ってるぜ。見たかテレサ。なんかね右の方が難しいんだよな。左は100発100中っていうぐらい入れれるようになってきた。このタイミングで投げれば入る。オッケーオッケー。あとは右だけなんだけど、テレサが今から大きくなる。で小さくなった時にこの辺か。よしよしよし、やった。いやこれ本当に難しいけど楽しかったね。ぜひ皆さんもやってみてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、クリアできないコースということで、サムネを見る感じ全く想像できないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93% で、今何分ぐらい経ってんのかな。編集入れていつもトロールと一発マリオで終わってるから感覚が全くつかめないね。いつ終わればいいんだろうって話ですよ、この一発マリオシリーズ。さあ一回地面から離れたら着地しないでゴール。壁キックしていけっていうことだと思うんだけど、あこれ結構簡単で、あれ壁キックはできないよ。あできたできた。なんかできる時とできない時があるんだよな。ここは？あ、できた。いや、わかんねえな。ちくわブロックに重なってたらダメみたいな。ちょっとそれ探していこうか。とりあえずゴールは二の次で壁キックできる方法を探していくね。ちくわブロックのところでは、あ、ちくわブロックのところでできんじゃん。ていうかこれ終わるんじゃん。まあそう簡単にはいかねえよな。なんで壁キックができなかったかなんだよね。ここは普通にできる。そして次ができないんだよね。もしかしてちくわブロックのちょっと上に行ったら、いやできないか。あはいはい、なるほどね。じゃあちくわブロックに重なりながらどんどん壁キックしていけっていうことなんじゃない。攻略法を見つけましたわ。ではでは、このちくわブロックを狙いながら小ジャンで壁キックしていく。これでクリアができるんじゃないんでしょうか。さあマリー、ゴールの時間だよ。やったこれはタレさえ分かればそんなに難しくなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、バネ避けマスターということで、説明文にたくさん降ってくるバネを避け利用しゴールを目指せって書いてるんだけど、おそらく大量のバネが低重力で降ってくるから、それを乗り継いでいけっていうコースだと思うんだよね。任せて、今日はたくさんのバネと友達になってくるから。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.22%。 もしこれで低重力じゃなかったらめちゃめちゃ難しいと思う。ただ低重力じゃなかったらどんどん渡ることはできないんだよね。だからゆっくり落ちてくると思う。やっぱり、あ、マリオ自身。これはむずけ。これはめちゃめちゃ繊細なキャラコンが求められるね。かけ。いや、まだ生きてる、生きてるよ。僕は知りません。どんだけ長いんだろうな。いや、こういうのめっちゃ好きかもしれない。どんどん乗りついていけ。ちょっと待ってって。ダメだ、これ僕ツボかもしんない。いや面白いよねバネって、何が起こるかわからないじゃん。ピオキングイコールバネみたいな、そんなことも定着してるっぽいんだけど、もうやめろやめろ、やめてめろ。邪魔するなバネどもが、お前らは踏まれ続けてればいいのさ。一生足になる運命なのさお前らは。あ、もうわかったもんね。この
その隙間をどんどん右上に渡っていく。それだけでいいもんね。めちゃめちゃ上手くなってるもんね、僕。まだやられないよ。まだやられない。この先にゴールはあるのか。まあ見ててよみんな。今までのはオープニングだね。僕がちょろっと本気を出せばこんなコースじゃじゃっとクリアできるのさ。もう立てつくんじゃねえぞバネロボが。いやすごく楽しいコースでした。っていうか僕はこういうコースめっちゃ好きかもしんない。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ボールオブモールということで、サムネにはねシーソーの上にブラパトパウ、そしてチョロプーが乗ってるんだけど、あのチョロプーを誘導してシーソーを傾けるみたいな、多分そんなコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.77% で、ゴール条件があったんだけど、そのゴール条件がチョロプーを14体倒してからゴールか。チョロプーってパウの上から落ちてきたっけ。確か落ちてこなかったような気がするんだけど、落ちてくるね。待て絶対このシーソーが影になってると思うよ。一番右に逃げてみようか。そしたら、あ、はいはい、なるほどね。シーソーが傾くことによってチョロプを倒してくれるみたいだ。ちょっと時間かかりそうだけど、ちょっと待っておくわ。さあチョロプ、あと2体倒しておくれ。いやもう跳ねんなくていいって。もうどうせどっか行くんだからさ。そしてここは先に行けるのかな。あ、当たらないんだね。当たるんかい。で僕思うんだけど、左のチョロプ倒したとしてもよ、真ん中のチョロプ倒すのちょっと難しくないか。シーソー相当傾いてんじゃん。だからブラパとブラパの間を綺麗に抜けろってことだと思うんだよね。一旦このチョロプ倒してってみようか。いや動きすぎ動きすぎ、絶対真ん中のチョロプ踏むことなんてできねえって。いや怯えるなピオキング、お前ならいけるさ。ですよね。多分ね別の倒し方があると思う。こんなに難しいわけない。で左のチョロプ見ておくの面倒だからさ、ちょっとタスジャンして真ん中のチョロプも並行して倒しながらやってってみるわ。ちょっと2匹残しておこうか。こっからなんかめっちゃ傾いてるよな。これでチョロプ倒せない。もうちょっと左行ってみる。よしよし、あと2匹やったー。今のマジでもんじゃないからな。なんか感性が働いてさ、ゴールできなかったの。じゃあ一番左ギリギリまで追ったら多分ね勝手にチョロプを倒してくれると思う。めちゃめちゃシーソーが傾いてる時があるから。あ、なんか今度傾かないな。え、どうしよう。なんかあるのか。あ、待っておけば大丈夫。待っておけば多分ね勝手にやられてくれると思う。もうちょっともうちょっとだよ。時間はたっぷり。もうちょっと左行ってみる。左って落ちそうな気するんだけどな。一瞬だけ左行ってみるよ。チョン、よし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 、これチョロプ倒して。うわ、まだ。え、さっきなんで倒せたんだろう。もうちょっと左行ってみようか。チョンチョンチョン、やっはー。ジャンプかなんかしなきゃいけないのかな。ジャンプしてこのパーに重みをつけるみたいな、そんな感じ。そんな感じだな。おほほほ、すげえすげえすげえ。マジでシーソーだな。いやチョロプやられたよ。いやもういいって。よしよしよし、あと1匹、あと1匹だぞ。これ面白いね。いやあと1匹がなかなか倒れてくんないんだけど、次はちゃんとゴールするよ。こっから右ダッシュしてゴール。やったいや素晴らしいアイデアのコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、マリメ実況者なら誰でもできるんでしょ。喋ることすらできてないんだけど。サムネを見る感じですね、メガクッパを全て倒せっていうコースなんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますが、クリア率は 1.01% で、今日はねいろんなコースやってるんだけど、やっぱ楽しいね。トロールはトロールでもちろん楽しいんだけど、一個一個短いからさ、気分が紛れるっていうか。さあメガクッパを90体以上倒してくる。やめろやめろやめろ。出すぎだろ、いろいろ。多分スピンして速攻踏んでった方がいいと思う。ちゃんと踏め。いや久しぶりにやるねこういう大量の敵シリーズ。僕あんまりこういうのやらないんだけど、もうやめようかな。もう勢いで上まで行っちゃう。上まで行くことができれば俺の勝ちだだ、大丈夫か。はい負け。スピンせん方がいいんじゃない。スピンしないで一旦上まで行ってみる。そしてここでヒップドロップしてみようか。うわめちゃめちゃ気持ちいい。いやいろいろ来すぎなんだけど。でこっから、いや待って待って危ない。どうしようか、どこから切り崩そうか。真ん中だな。なるべくこの、いや待って、あんやめてって言ってるでしょ。甘く見てましたこのコース、簡単だと思い込んでた。まあ、似たようなコースってたくさんあるじゃん。そういうのもね僕したことあるんだけど、これなかなか難しいよ。こっからの基軸に違っちゃったら分かんないんだけどね。お前の日本語が分かんねえよ。一番上でヒップドロップ間違ってないと思うんだよな。左から攻めてみようか。一番上から行くしか方法がないっていうことが分かった。だからここでヒップドロップは間違いないと思う。もうちょっとのような気がするんだよな、このコースのクリアまで。適当にやってみるか。ここからヒップドロップ、生きて生きた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 。危ねえ。
よくもやってくれたな。最後ビビらせやがって。ここで無限ピカキャッチしてみるか。無限ピカってなんなんねえよ。なっててるんだ俺は。はい、それじゃあラストのコースはこのコース。理不尽ということで、このコースね、前にも似たようなコースしたことあると思うんだけど、それの応用編みたいだね。説明文に応用編って書いてる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.38%。 これ最初やった時ね、絶対砲台に潰されるって思ってたんだけど、意外と潰されないのよ。リンクを通って剣で刺すことによってどんどん上に行けるみたいな。さあブラックパックンを1体倒してからゴールか。そのブロパをどうやって倒すかなんだけど、上にパワーブロックかなんかあんのかな。ピンスイッチ、このピンを取って、あ、ピンがなくなったよ。ピーピーがなくなったよじゃねえんだよ。剣で刺したらダメなのね。ってことは弓でこのピンスイッチ発動する。そしてどうするかなんだ。ちゃんと当てろ。いや、あのピースエッジがさ、上下してるからめちゃめちゃ当てにくいんだよな。そしてピースエッジ発動すればもう終わりなんじゃないの。次は狙ってみようか。ピースエッジを狙う。そしてどうすりゃいいのよ。やべえ、ブラパの倒し方がわかんねえ。ピースエッジ発動するところまではわかったんだけど、こっからこっから縦で落ち返す。あ、はいはいはい、なるほどね。もう分かったもんね。分かってしまえばあとは作業だもんね。見てろブラパ、絶対倒してやるからな。早く上に行かんか。これさ、連打しない方がいいかもしんない。タイミングよく出してった方が早く上に行けるね。そしてこの P スイッチを発動させて、ここで盾。何を防いでるんだ。上に行って盾を出せばいいっていうわけじゃないのね。ちょっと前に行かなくちゃいけないのか。さあ P スイッチ発動させて、ちょっと前に行って、ここでゴール。バルバル、いろんなやつが邪魔してきやがる。そんなに僕をゴールさせたくないのか。でもどんな壁も僕は絶対に乗り越えてみせるよ。見てろ。もういいって、マジで同じところばっかだって。これでクリアできなかったらマリオメーカーやめたいと思いません。さあゴールしてくれ、頼む。しゃー、今めちゃめちゃギリギリだったね。絶対クリアできないと思ってた。まあ初めての一発マリオだけの動画になりましたけど、いかがでちゃ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 もう顎が疲れて喋れねえわ。ぜひ少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。